いやーでかーい、とても珍しいあんこうが入ったんで思わず買ってしまいました。どこが珍しいかといって、これあくまで普通のあんこうなんだけど、こう身が張ってる感じがとても新鮮、硬直が溶けていない、こんなに鮮度のいいあんこうは見たことがない。このくらい鮮度がいいと刺身になるそうなので、ちょっと試してみたいかなと思いました。ちなみにたった600円でした。刺身にして肝醤油で食べるとめちゃくちゃ美味しいらしいです。とりあえず何はともあれおろしていく。なんか気持ちいいな。お、結構いい肝が入ってる。これだと肝醤油が作れます。さあ、よ、はい、あんこうの解体できました。次、やっぱりお刺身をちょっと作ってみよう。前にも確かやったことがあるな。この丸っこいものは何だろう。寄生虫じゃなくて体の何らかの組織だな。で、このままだといかにもぷよんぷよんなので、よっと、浸透圧脱水シートを使ってちょっと締めましょう。冷蔵庫に入れて15分くらいかな。よしと、よっと、あん肝はやっぱり薄皮と血管は取り除いた方がいいみたいですので、で、水よりもやっぱりお酒と塩を入れた、水で漬け込んだ方が臭みが取れるみたいな、そうします。どの程度までやればいいのかがよくわからない。よっと、味塩を今振ってきて、あとお酒、お水を足して、これで冷蔵庫で置いてみよう。はい、まずは肝醤油を作ります。血抜きした肝を裏ごしします。最初水でさらしてたんだけど、
後で、ちょっと調べてから、お酒と塩を入れた水で漬け込んで匂い消しと、血抜きを同時にやってみました。これなかなか薄皮が残ってると、裏ごしがうまくいきませんね。これが、この裏ごし器の代わりに使ってるアクトリー、目が細かすぎるのかもしれない。それでもなんとか、なんとか裏ごしできたかな。まあこのくらいでいいっしょ。はい、次は浸透圧脱水シートで余分な水分を抜いた身を刺身に引いていきます。あんこの身は水っぽいですね。ああ、でも脱水した身は結構いい感じかな。はい、できました。あんこうのお刺身、肝醤油で食べてみよう。それでは、世にも珍しいあんこうのお刺身、肝醤油、あんこうならではの肝醤油で食べてみます。さあ、どんなもんでしょう。うん、結構うまみがあっておいしい。ちょっと肝醤油にさらにわさびを足してみよう。おいしいけれど、こうなんかとても不思議な食感です。硬いんだか柔らかいんだかよくわかんない、そんな感じ。肝醤油に少しわさび足した方がいいかな。柔らかいのにコリコリしてて歯ごたえがとても不思議なお刺身です。ちなみに普通のわさび醤油でも食べてみよう。まずくはないが、ああ、やっぱり断然肝醤油の方が美味しいな。このお刺身は面白いです。身自体も旨味があるけど、肝醤油にするとさらに組み合わせて旨味がぐっと深まります。それより何より食感がめちゃくちゃ不思議。ふわふわなのにコリコリしてる。浸透圧脱水シートを使ったせいのなのかもしれないけど、これは基本的にこういうものであろうなと、そんな気がします。お腹いっぱいなので残りは後でいただきます。はい、今回は、
ありえないくらい新鮮なあんこうが手に入ったのでお刺身作ってみました。あんこうならではの肝醤油でいただくお刺身、面白い食感でまずくはない、まずくはないけれど、こううまいと言い切れるものでもないで、実は前にもちょっと作ったことがあるよと、ここにしゃぶ、あんこうのお吸い物をくぐらせて先ほどのお刺身を肝醤油でいただくしゃぶしゃぶ、これは文句なくうまい。こんなに肥後硬直が溶けてないくらいのついさっきまで生きてたようなあんこの身はこう加熱するとプリップリで臭みが全くなくとても美味しいです。刺身でも食べれるけれど、薄いだし汁にくぐらせたしゃぶしゃぶの方がずっと美味しいです。もしこんなあんこを手にする機会があれば、お刺身できるけれど、だし汁にくぐらせてから肝醤油あるいは肝ポン酢で食べるしゃぶしゃぶにしてください。こっちの方がずっと美味しいです。今回身の他に残しておいた胸びれの周囲の、お肉や骨を使ったお吸い物も作ってみましたけど、とても美味しくできました。なんかあんこ鮮度がいいとまるで別物の味わいです。私も2年3年西浦鮮魚マーケットに通ってるんだけど、あんな奇跡的に鮮度のいいあんこは初めて見ました。とてもレアな食材ですけど、もし入手できるんであれば肝ポン酢肝醤油を使ったしゃぶしゃぶがおすすめです。あんこう鍋をこう冬場の観光の目玉にする地方で、夏場はあんこうしゃぶしゃぶに切り替えるという話を聞いたことあるんだけど、前にもちょっと試しに作ってみたんだけど、それほど美味しいとは思わなかったんだけど、今回のあんこう非常に美味しい。あんこは鮮度の良し悪しがよくわからないというか、肥後硬直が溶けてないような鮮度のあんこはほぼ誰も見たことがないくらいレアなんだけど、それでしゃぶしゃぶ作るとめちゃくちゃ美味しいです。これをこうなんか食べさせてくれるとこもどっかの観光地にあるはずだけど、お金を払って食べる価値は十分にあると思います。もし何かの、間違いじゃないや、とてもラッキーなこと幸運で鮮度最高のあんこ手にすることできたら、お刺身でも食べられるけど肝ポン酢肝醤油でしゃぶしゃぶにしましょう。というわけで、今回はこれまで。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。